シモーネザザはイタリアポリコーロ出身のサッカー選手。トリの FC 所属。ポジションはフォワード。2006年よりアタランタ BC の下部組織に所属し、2009年4月19日のレッチーナカルチョ戦にてセリエ A デビューを果たす。2010年7月に UC サンプドリアへ移籍。2010から2011シーズンはプリマベーラでプレーし、2011年7月に セリエ B の SSU ベスタビアに、レンタル移籍。U ベスタビアでは出番に恵まれず、2012年1月には、レガプロプリマディビジョーネの FC エスペリアビアレッジョへ、レンタル移籍した。2012年7月に、セリエ B のアスコリカルチョへ、レンタル移籍。ここでは35試合18ゴールを記録。この活躍が評価され、二千十三年七月に、ユベントス FC と、 US U.S. サスオーロカルチョが共同保有権を獲得。2013から2014シーズンはサオーロでプレー。33試合9ゴールを記録し、サオーロのセリエー残留に貢献。2014年7月にはサオーロがユベントスから750万ユーロで残りの保有権を獲得した。2015年7月、1800万ユーロでユベントスへの移籍が決定。 契約は5年間。背番号は7番。ホームでのナポリ戦で決勝点となるゴールを決めるなど2冠に貢献したが、2016から17シーズン前、ゴンサロイグアイニアマルコピアツァの加入でポジション争いが激化したことから移籍を決断。ウエストハムユナイテッド FC に1年間のレンタルで加入するもイングランドの水になじめなかった。2017年1月。 バレンシア CEF に半年のレンタル移籍決定。2017年4月、バレンシア CEF が買取オプションを行師、2021年までの契約を締結した。2018年8月、トリノ FC に買取義務付きのレンタル移籍。2014年9月4日のオランダとの親善試合にて、イタリア代表デビューし、PK を獲得。 続く9月9日の UEFA ユーロ2016予選ノルウェー戦では代表初得点となる先制ゴールを挙げ勝利に貢献した。UEFA ユーロ2016準々決勝のドイツ戦では延長後半アディショナルタイムから途中出場。PK 戦の2番手を務めたが小刻みなステップから蹴った PK はクロスバーの上に大きく外れた。 結局9人中ザザを含めた4人が失敗し、5から6でドイツに敗れた。あとに、ザザの PK は、ティエリアンリア・アランシアラーが、史上最悪の PK と告評した。ありがとうございます。